イージスシステム搭載艦の建造がマヤ型と同じ大きさと決まりました。期待していた方も多いのでしょうが、巨大なイージスヤマトの夢は消えたことになります。今回はイージスアショアの代替案とされるイージスシステム搭載艦の建造について見ていきたいと思います。明けたと思った2023年、早くも2月に入り、新年度である4月を間もなく迎える時期になりました。新しい2023年度以降からの非凡ですが、以前とは比較できないほど、防衛費の大幅な増額を行う方向に舵を切ろうとしています。いや、すでに切ってしまいましたね。2023年度から、2027年度までの5年間の防衛費累計額ですが、現時点でおよそ43兆円にも到達すると見込まれています。最終年度の2027年度にはおよそ11兆円規模となり、対 GDP 比率で 2% 目標値をクリア見込みになっています。納税者としては、膨れ上がる防衛費の原資が非常に気になりますね。物価高、上がらない賃金、日常生活に苦言する庶民たちの声をないものとして、消費税率でも上げようというのでしょうか。昨年2022年2月、ロシアのウクライナ侵攻という蛮行を目の当たりにした西側諸国の多くが、1991年、平成3年の旧ソ連の崩壊以降、削減傾向にあった軍事費を再び増加させる方向に転換。日本も、これに倣う動きを見せています。ヨーロッパの西側諸国の大多数が加盟している NATO では、軍事費対 GDP 比率の目安を 2% としていて、日本も追随した形ですが、この数字は、実は、トランプ政権時代のアメリカが求めた目標値だったのです。その時点では、アメリカが、この目標数値を達成するよう、NATO 加盟国にどんなに通告したところで、当時のドイツをはじめとした国々は、それを政治問題と解釈して対処していたようで、正直、ヨーロッパでは、今後戦争が勃発する可能性は低いと考えていたようです。残念ながら、そうした考えは、最悪な形で裏切られる事態になってしまいました。どこまで、アメリカのトランプ政権が先を見通していたのか、そうは思えないのですが、は別として、ロシア・ウクライナ戦争が世界にもたらした影響は計り知れないと言えましょう。日本でも、ロシア・ウクライナ戦争の勃発後、世論調査等によって、多くの国民が防衛費増額と装備品調達に反対はしないという意思を示していることが伺えるようになりました。こうした経緯を経て決定されたのが、防衛費の増額です。その中でも、かなりの額が振り向けられると、明示されているのが、将来的な日本のミサイル防衛の柱とも言うべき、イージスシステム搭載艦の整備にかかる費用なのです。2022年12月23日公表された、2023年度の防衛予算案の中で、イージスシステム搭載艦については2208億円が割り当てられることになっています。項目としては、同艦の整備費用と名目で拠出する予定になっています。イージスシステム搭載艦と表記していますが、これは便宜上です。実は、中期防衛力整備計画から防衛力整備計画へと、文書名が変更されましたが、その中に、もう一つ別のイージスシステム搭載護衛艦という表記もあるのです。イージスシステム搭載艦というのは、2020年配備の中止が決定した、地上配備型のミサイル防衛システムイージスアショアの代替となる艦艇で、装備の一部を流用して、2隻が新造されることになっているそうです。
対するイージスシステム搭載護衛艦とは、従来から海上自衛隊が配備を進めてきたイージス護衛艦のことで、海自では艦首記号 DDG と呼称している誘導ミサイル搭載型護衛艦を指しているそうです。2023年2月現在、海上自衛隊では、すでに、金剛型4隻、愛宕型4隻、摩耶型2隻のイージス護衛艦を保有し運用中ですが、今回、これに2隻を追加し、10隻体制に拡大する計画も、新たに盛り込まれているようです。ちなみに、最新鋭イージス護衛艦である摩耶型は、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長 170.0 メートル、最大幅 21.0 メートル、深さ 12.0 メートルの艦隊で、およそ1隻1700億円ほどの経費をかけて建造されています。摩耶型は、AWS、イージスウェポンシステム用に、アメリカのロッキード・マーチン社製の AN/SPY-1 レーダーを搭載しています。このレーダーは、金剛型や愛宕型とも同系統で、イージス護衛艦のスタンダードでもあるそうです。海上自衛隊で、ハマヤ型は、2隻で建造終了と公表していたので、今回2隻を新造させることになったため、新造艦は新しい艦級になると予想されるのですが、AWS、イージスウェポンシステム用レーダーも、新型の SPY-6 の採用が有力視されているそうです。さて、もう一方のイージスシステム搭載艦ですが、2020年末、新造が決定されましたが、2022年夏時点で、来年度の防衛予算概算要求では、ちょっと何言ってるかわかんないような仕様が提案されたそうです。というのは、新しく建造するイージスシステム搭載艦は、基準排水量2万トン以上、全長マックス 210.0 メートル、最大幅 40.0 メートルを予定していると公表されたのです。前述の摩耶型と比べても大きすぎる衝撃のサイズというわけです。この仕様は、海自では、現在最大規模という、ヘリコプター搭載型護衛艦、DDH の出雲、型基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートルに次ぐ、大型艦と言えましょう。当時海自は、これほど、大型のイージスシステム搭載艦の案を打ち出した理由について、海洋上で波の影響による艦隊の揺れをギリギリまで減らすためと説明していました。つまり、長時間安定した姿勢でミサイル防衛を担う艦艇であることが示唆されていたのです。このイージスシステム搭載艦はこれだけのビッグサイズですが、ミサイル防衛が主任務なので、乗組員数はわずか110名ほどと言われています。この数字浜屋型がおよそ300名ということに比較するとほぼ3分の1という数字ですから、すぐには信じられない数字でもありました。さらに、このイージスシステム搭載艦には、ミサイル防衛用の迎撃用ミサイル搭載だけではなく、現在開発が進められている、人2式地対艦誘導弾能力向上型などを含む追艦、対地攻撃用のスタンドオフミサイルなどを実装することについても言及されることになったのでした。このように、当初イージス・アショアが担うとされていた、ミサイル防衛システムの代替という形に、あれもこれもとごつけで様々な、兵装や用途が、山積みに追加されたイージスシステム搭載艦ですが、さすがに、この状況に対しては、多方面から不安視する声が上がりました。これほど大きく、多種の兵装を実装するまで、案とはいえ、
計画が飛来したイージスシステム搭載艦に対し、最もセンセーショナルな形容として、令和の戦艦ヤマトと揶揄する批判も登場したほどで、その多くが批判に満ちていました。ある意味、当然ではないかと感じるのですけどね。批判もなく、次々と兵器が増えていくことに不安を覚えない人の感覚が恐ろしいです。こういった後付けの重兵装を除外して考えても、イージスシステム搭載艦は、イージスアショアが発注済みレーダーである SPY-7 を流用する前提ですから、既存のイージス護衛艦が使用する SPY-1 系統レーダーとの互換性のなさが指摘されていました。イージスシステム搭載艦の実用化については、陸自から人員を転用することにはなっていますが、管轄、運用する海自にとっても、非常に効率が悪いのです。自衛隊とはいえ、管轄の違う隊員ですからね。とはいえ、SPY-1 レーダーをキャンセルする場合に生じる費用弁償からは逃げられないようです。しかし状況が変わったようです。当然といえば当然ですが、これほどで肥大化したイージスシステム搭載艦構想は、2023年度防衛予算が具体化される中で徐々に変化し、現在浜屋型等のイージス護衛艦に準じる規模にするらしいと報じられています。搭載するレーダーが非効率的なことが気がかりですが、現実的ではない大型で重兵装艦用が修正されたことについては、まず安心しても良い形に近づいてきたと評価してもいいのかもしれません。と言っても、乗組員数を無視すれば、多用途にも、使用可能な通常のイージス護衛艦を増やした方が、運用上や経費の面からも、メリットが大きいと思われるのです。つまり、PY-1 レーダーをキャンセルしたことで、請求される違約金の額にこだわりすぎない方が、いいのではないかとも思われます。